ATM チャリンチャリンチャリンパ。はい、皆さんこんにちは、ビジマイです。今回はですね、まあ、かなり昔からリクエストたくさんいただいてたんですけれども、こちらですね、オリバーさんのですね ATM のご紹介でございます。まあですね、本家の方がですね、もうだいぶ前に解説しているので、まあやり方とかはですね、まあ全然ですね、そちらの本家を見ていただいてもいいと思うんですけど、まあ英語が苦手だったりとかですね、そういう方はですね、まあこちらの動画をですね、参考にしていただければなと思います。一応、オリバーさんの本家のですね、動画はですね、概要欄などに貼っておきますので、そちらもご覧いただければなと思います。ということで、チャリンチャリンチャリン、ATM。はい、まずですね、まあ10枚前後ぐらいかな。をこういう風に束にしてですね、中指親指でこのように持ってくるんと回転させます。そして薬指をここに当ててですね、まあ、薬指でこういう風に1枚ずつですね、こう配っていくんですけれども、まあ、ただ薬指を動かすだけだとですね、なかなか飛びにくいので、実はですね、裏の人差し指でカードをですね、こういう風に湾曲させてですね、押してます。そしてここですね、この薬指でこのように出してあげるみたいな感じでございますね。まあ、これが、まあ、原理になってるんですけれども、まあ、言葉で言うの簡単なんですけどね、まあ、最初はなかなか前に行かなかったりとかすると思うので、ちょっとしたコツと言いますかですね、こういう風にくるんとやったらですね、まず、こう斜めにせずですね、こういう風にですね、薬指で1枚こうずらしてみてください。ずらして、そして人差し指こう押します。全体をね。で、限界が来るまで薬指を下に下げて、で、ここの親指もちょっと力を入れてあげると、こう飛ぶっていう感じなんですけれども、最初こういう風にですね、ずらすっていうのはですね、こういう風に、縦じゃなくて、こういう風にですね、横にカードをして、ずらしてあげるといいかなと。まあ、僕が最初にですね、感覚をつかむときにやり方はこれだったので、まあ、参考にしていただければなと思います。まあ、全員が全員これに当てはまるかはわからないですけれども、くるんと回転させて、ぎゅっ、そして、ぎゅっと限界までやったら、親指のここのですね、力を緩めて、で、人差し指でこう湾曲させて、薬指力を込めてパシーンみたいな感じでございますね。こんな感じでございます。まあ1動作ずつやると、今みたいな感じでずらして、人差し指で親指の力を緩めながら人差し指を押して、そして薬指でパシーンみたいな感じ、1つずつやるとこういう感じになるんですけれども、まあその感覚がつかめたらですね、まあこういう風に縦にして、で同じような感じですねをすればいいんじゃないかなと思います。で、この ATM なんですけど、速い人はね、ピシュンピシュンピシュンみたいな感じでできるんですけど、僕のですね、マックススピードはね、これぐらい。あ、もうね、いちいちこうやってやんないとね、できないんですよね。まあ、できる方はですね、連続でね、ピンピンピンみたいな感じですね。なんか、僕できないんで、ちょっと表現できないんですけど、ピョン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 みたいな感じで、この速度でできる、ピュッピュッピュッみたいな感じでできるんですけど、僕はできない。コツ教えて誰か。まあ、多分いちいちこうやって話してないんでしょうね、その速い人はね。ここにずっとつけてって、こうやって、多分やってるんじゃないかなとは思うんですけど、その感覚はね、わかんないですね。こうつけたままこうやって やってたのな、多分な。うん。世界のすごい人はすごいね。うん。まあなので、この ATM を覚えるとですね、まあ以前お教えしたですね、このスケーターカットのこういう感じのコンボに使えたりとかですね、まあ ATM 自体はかなり活用の広いフラリッシュなので、もしよろしかったら覚えてみてください。まあまずはここでヒュッてね、ずらしてあげるっていう感じですね。こういう感じで。で、押す。ヒュイずらす。押すみたいな感じでございます。スインスインスインできるようになるとね、結構楽しいですよ。ピュッピュッピュッ。名前も ATM っていうのはね、すごいセンスがあるなって感じましたね。はい、ずっとやってたよ。こういうピュッピュッ、あいでつるよ人差し指がずっとやるとね。はい、ということで今回はオリバーさんのですね ATM のご紹介でございました。まあ最初に言ったんですけれども、本件の方もですね、概要欄に貼っておきますので、もしよろしかったらそちらのですね解説をご覧になってみてください。はい、ということで、もしよろしかったら高評価、聞かかったチャンネル登録などよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ということで、バイバイ。チャリン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 、シュビシュビシュビン、はい、あー、よいだいだ、チャリン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 、シュビン、カチャシュビシュビシュビ、まあ今いつものねコンボでございますね。はーい、バイバイ。あー、最後に吹っ飛んだよ。あ、ちなみにね、この高さだと半回転でこう綺麗にうまくいきますけど、高さを上げるとクルルルリンみたいな、クルルルリンクルルルリンみたいな、着々ちょっとできてないけど、このなんだろうな、放物線を描くように ATM も一応できますので、それはですね各地でトライしてみてください。クルルルリンみたいな感じですね。表になっちゃうな、これだとな。クルルルリン
キルレルリン、キルレルリン、キルレルリン、キルレルリン。ちょっとカメラの画角の関係で上も、上、ちょっと外れちゃうけど、こういう感じでね。あ、わかんないね。かなり上からすることもできます。シュベルリン、シュベルレルリン。だってこれ表になるね、こうやってやるとね。まあ、これもこれで一つのコンボになるのかな。はーい、終わり。じゃあ終わり。